な。好きだわ、雷光。あ、綺麗ですね。あ、ちょっとより雷光が好きですね。雷光いいよね。雷光おらん。雷光めっちゃいいのあったんですけど。落ちた。この前。売りました。売っちゃったん。はあ、ああって。いやでも。あ、雷光。いいね、うん、めっちゃいい。いやしんちゃんだいたい光体系好きでしょ。いやそうでもないですよ。嫌いなの。いや嫌いじゃないですけど、なんかその、うん、光体系の色が好き、うん、乙姫ってだいたいあの光体系じゃないですか。うん、じゃその白姫っていうのも光体系じゃないですか。うん、その色が好き、うん、うん、ですね。白姫、うん、光ですよね。大体何でも好きなの。自分が好きなのは好き。いや、なんでそんなこと言っちゃいけない。白姫、卵で出て、おー、あるあると思って、買いたいってすぐなったけど。ちゃんと出た？白姫が。あ、出ました、出ました。よかった、当たりだったね。実は今、うん、全く欲しくないメダカが、うん、おるんだの。結構新しいメダカで。あー。名前は言えないけど、あ、まあそれもあれだけど、俺本当に欲しくないメダカが全然欲しくなくて、うん、新しいメダカでも、うんうんうん、最近出てきとるメダカで、はい、全く欲しくないのが、うん、結構おるに結構おるに、結構おるに。なんだと思う、分からんでしょ。まあ、名前は言えないですね。名前言ったらね、うん、本当に。でもカットすれば。いや、カットせん。俺がね、本当おるよ。言おうか、切って、これ。ちょっとこれ切って言うわ。いい加減さとか普通に出てくるよ。うん、メダカに。作っとる人の性格的なもんが現れる。うん、さあ、次は。しんちゃん、これ名前わかる？これは、あきらくんです。あきらくん、あきらくん、あきらくんですね。あきらくんちゃん、くんとちゃんがいます。ラメが入ってるね、また、うん、ラメは入ってます。ラメ好きだな。ゼロさん、ラメ好き、光体系の、うん、しんちゃんも好き。うん、でしんちゃんもまた増えたら、うん、持ってんの。似てるのは持ってる。持ってないんだ。頬が似てない？うん。うん。それが似てるかな。横見よっか。うん、なんか。綺麗だ。うん。へぇー。光ってる。うん、綺麗だね。うん。これ、やっぱ増やして。かなり増やす。ですね、去年も増やしたんですけど、うんうん、出てしまって、アキラ、はい、ラメ結構乗っとるね、いいっすね、横も。うん、これは横身がいいわ。うん、ペアでいくらですか。ま、まだ決めてない、はい、あら、綺麗だぞ。うん、すごい、あー、いい、いいですね。なんか変態カメラマン。あ、いいですね。今の良かった、今の。横見が。今の良かったね。今前向いてるけど。うん。あ、いいですね。いいですね。これ。あ、いいですね。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 そう。いいですね。しんちゃん何なの？変態カメラマンです。いいね、いいね、こっち向いてるね。いいですね。こっち向いてるね。こっち向いてるっすね。あ、横向いた、いい。あ、すごいいい感じで撮ってる。いいですね。ね。すごい、綺麗な。手が映ってる、しんちゃんの。いいですね。いいですね。いい？いい。どういうとこがいい？どういうとこがいい？このお尻に行くまでのこのラメの。お尻に行くまでの。ラメが、これがいいですね。たまらない。たまらんっすね。うん。すごい、綺麗だわ、本当に。いいわ。近くみたいな感じ。
ちかこ？ちかこじゃねえか。みちかですか？みちかだった。ちか、ちかは？ちかの方がもっと綺麗ですよ。そね、あ、そうなの。やっぱりね。リーナは？リーナよりちかの方が綺麗。これ上のはしんちゃんみたいにこっち向いてたけど。いや、でもみんな横向いてくれて。横向いたね。うん、横見をちゃんと分かってくれてる子なの。リーナじゃねえ、これ。リーナはストップ向いてますね。あっち向いて。あっち向きました、ね。いい、いい感じ。いいですね。いい。いいですね。いいねー。あ、いいですね。いいね。いいですね。何なの？変態カメラマンです。あらー、すごい。プラチナリアルキング？プラチナミユキリアルロングフィンです。ロングフィンフィンじゃないの？ロングフィンフィン？プラチナミユキリアルログル、ログ、ロングフィンフィン。何ログルって。またもう一回。プラチナ、ミユキ、リアル、ロング、フィンフィンです。これはね。フィンフィンなんだよ。フィンフィンです。なんか、芸能人。あっちは何ファンファン？これファンファンとフィンフィンです。フィンフィンとファンファン。パンダみたい。フィンフィンとファンファン。わさわさだね。わさわさ。ちょっと水温が低いから、ぼーっとしてる。すごいね、もう尾びれ重なったね。うん、白くなってるみたい。うん、でかい。うん、いや、でかいよ。すごいでかい。4センチ、5センチぐらいあるの。もし生まれたら何本ぐらいで？生まれたら、ぐらいかな。うん、1匹1000円ぐらいですね。うん、もうだいぶ安いですね。うん、じゃあ欲しい人を予約してもらって、うん、結構厳しいかもしれないな。あんまヒレが長いと長くなっとる、うん、産みにくいですよね。なんでしんちゃん真面目なこと言ったんだよ今。え、そうじゃないんですそうじゃないですってヒレ長ってあんまり風の噂みたいになってるねそうですよね。ヒレ長であんまり顔をするとヒレが伸びすぎて、交尾できなくなるっていうのもよくありますよね。よくある、うん、よくあったの。しんちゃんもあったの、そういうの。交尾が、うん、交尾ができなくなることは、うん、ありましたね。ありますよ、それはね。ありますよ、それはやっぱり、その、できない日ってあるじゃないですか。意味がわからない。何の話しとるの、しんちゃん。え、何の話しとるの？交尾ができない日の話です。しんちゃんの？うん。これ放送できる？できなかったらちょっと抜いといてください。なんか全部下ネタに聞こえる。大丈夫？しんちゃんこれ。うん、抜いといて、そこは。うん。カットだね。ああ、カット、カットし。カットもなんかまた下ネタみたいな。夜桜ゴールド。夜桜ゴールド。うん。一匹1000円だって。安いんですか？いいですよ、全部。全部全部いいですよ。全部？うん。5、10、15、20、25、60ぐらい。60おる？ 60 ぐらい。6万円でいいじゃないじゃん。6万円で？うん。いいんですか？いいよ。いいんですか？また、ね。多分今年も結構これね。密かに人気になるよ、これ。桜ゴールド。うん。ああ、了解しました。これ、類代、ここでずっと。やってんだって。ああ、いい。ずっと類代してんだよ。ここで。じゃあ、日に日に。ちょっとゼロ三っぽいでしょ、だから。うん、見た感じが。ゼロ三っぽい。ゼロ三っぽい。うん、どの辺がゼロ三っぽい？三っぽい。黄色の率が高い？ゼロ三っぽい。黄色いの？え？じゃあ、ルイダイ。ゴールド？ルイダイが、そう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 、ルイダイが黄色の率が高い。うん、結構好きでしょ、こういうの。うん。キンキラな感じ。うん、なんかあのブルーのラメもあるね。いや、そう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 、そうなんすよ。
夜桜ブルー的なやつが違うの違うの知らない俺違うんです合ってますよねブルーラメって夜桜ブルーですよね、うん、なんか夜桜のほら、うん、なんか感じのおるねあの大きい子がいいじゃない、うん、これなすぐなんなっちゃうよこれうんいやいや、もったいないじゃないですね。すごい、1000円は。もったいない。1000円は安い。いいね。うん。夜桜やっぱめちゃくちゃメスが多いですね。まあ、内輪かもしれませんけど。めっちゃ多いですね。メスが多いんだって。メス？うん。メスが、あ、あ、うん。しんちゃん大好きじゃん。メスが多いんですね。うん。うん、でもメスが多いってことはその卵もやっぱり取りやすいじゃないです、うん、オスとしては、うん、オスとしてはいっぱいメスがいるから周りにまあこれも結構早めになんなるかもしれんね、うん、またねまあどんどん増やしていくと思うけど、うんうん、早めにまたお問い合わせください、うんじゃあそろそろ行こうかしんちゃん。次は？次？うん。ちょっとあれだ。どこだ？どこだ？どこ？わらさん、わらめだかさん？行ってみる？行きたいです。行きたい？行ったことないです。ちょっと連絡してみるわ。お願いします。うん。しんちゃんのお願いだから。うん。ありがとうございます。じゃあ行ってみよう。はい。寒い。寒くないいやちょっと暑い絶対寒いですちょっと暑いぐらいしんちゃん寒いのまだマジでどうだった久々来てすごいねやっぱりね、うん、ラメが好きって取られたんですけどゼロさん、うんうん、やっぱりラメ全部綺麗ですねよかったもう全部綺麗です感想はそんな感じもう本当に、うんね、ちょっといいでしょう、うんこの春になったら自然のいや本当自然と融合してチュンチュンがいっぱい生かれる自然とのこのね柿はないですけど聞いてんのかなああ聞いてます聞いてます、ね、いいですね自然との、ね、自然とのね融合ですねゼロさんはい今日ありがとうございましたいえいえこちらこそありがとうございます今年もじゃあガンガン売っていきましょうか、はい、売っていきましょうって言ったらちょっといけんな、はい、やらしいですガンガン、ガンガンしんちゃんもガンガンしんちゃんも売っていきますいやらしいなゼロさん、あれだよえいい男だよ、うん、なんかね、あの、うん、あれ星高さん、ゼロさん、うん、もう2枚目ですよ ね、 いいねしんちゃん何枚目だしんちゃん1枚目ぐらいですかねなんも言わないよ俺なんでですか1枚目って何ですっけ3枚目面白い2枚目かっこいい1枚目って何ですか知らないわかんないじゃあ、はい、次行きます、はい、よかったねよかったですよかったね綺麗でしたまあこれいい感じで編集してつなげけん大丈夫だっけしんちゃん変なこと言っとるの全部カットするあよかった、まあ、リナとかはあれだからわからんけど怖いよじゃあ行こっかしんちゃんはいねしょまたゼロさん、はい、来ますんではい、はあ、インスタの方で連絡してもらって、はい、という感じだね、はい、そうですねインスタでもツイッターでも、うん、ツイッターでもいい、はい、フェイスブックでも何でも、うん、あフェイスブックも、はい了解です。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。ゼロメダカさんでした。はい。はい。よくできました。ありがとうございました。